日本東京都目黒区東が丘東が丘は東京都目黒区の町名。現行行政地名は東が丘1丁目及び東が丘2丁目。郵便番号は152-0021。目黒区の西部に位置する。町域西部は世田谷区駒沢公園、駒沢にそれぞれ接し、駒沢オリンピック公園がすぐそばに位置する。町域北部は 瀬田がヤ下ゲに接する。東部は柿の木坂、南部は八雲に接する。東が丘の地名は1964年7月に設けられた。従前の町名はカオルクボ町大原町。東が丘の地域は古くからエ原郡ブスマムラアザ東根の一部であり、その後は石踏みフスマムラオアザフスマアザ東大原、東上カオルクボと呼称された。このように、 東の文字が、付近の地名に多数用いられたことから、東が丘に決定されたとされる。2021年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に、鉄道駅は存在しない。近隣の東急電園都市線駒沢大学駅、東急東横線都立大学駅などが利用。 可能である。また、渋谷駅や天園調布駅からの路線バスを利用することもできる。西部に自由通り、南部に駒沢通りが通行しており、道路の利便性は比較的良い。ありがとうございます。